お疲れさん。ずいぶん高いところにあるんだね。俺たちは翼の部族だからな。空に近い方が落ち着くのさ。お兄様はここに来たのかしら。俺は結構村を開けてるからわからんが、長老ならご存知だろう。長老。おお、フィルス、またどこぞをほっつき歩いておったのか。予知者アイシャ様のお使者を連れてきたんですよ。サイヤと申します。これを。そーっと。どこ行くの。堅苦しいのは苦手なんだよ。俺は一足先に追いとまするぜ。俺も外に出たいな。おお、お前さんたちがタリス殿の言っておった。お師匠が来てたの。タリス殿か。確かにここに来たいが、あんたたちと入れ違いだったな。それで、お師匠はどこに。もうおらんよ。アーティファクトを確かめるとまた旅立っていった。お前さんは。アディ、パリス師匠の弟子だよ。おお、お前さんが。お師匠、俺のこと何か言ってた。元気のいいバカだと言っておったの。ひどいや。それでアーティファクトテグナは。ああ、それは安置所に保管されておるの。部族の戦士たちがいつも守っておる。なら安心だね。そうね。何者かがアーティファクトを。サイヤ、モーさん。うん。ええ。待って、ラビーも行くのだ。ふん、歯応えのない連中だぜ。くそ、こいつら何者だ。大丈夫、助け立ちするよ。おい、この前のガキ、なんでこんなところに。あ、あの時の放火魔。人聞きの悪いやつだぜ。ちょうどいい、やっちまえ。またお前か。牛野郎、お前もいたのか。勝負だぜ。よかろう、来い。アディ、やっぱりアディだ。バニティ、なんでこんなところに。アディってあんたのことだったの。え、ダメ。バニティ、泣いてるの。おい、バニー、どこ行くんだ。兄貴、ごめん。バニティ、なんで。
イヤーブレイカThank you.
シルビオス。ま、こんなもんかな。なんだ？アーチファクトが！任務完了。撤退する。しまった！こいつらは陽動か！JP の野郎か、横取りしやがって。野郎ども、引き上げるぞ！待て！アーティファクト、取られちゃったね。アディ？どうしたの？アディ。
泣いてた。泣いてた。だって泣いてたんだよ、あの子。あの子って？なんでもない。アディボー、サイヤ。モーさん。長老がお呼びじゃ。はい、今行きます。ほらアディ、ぼーっとしてないで。うん。せっかくの忠告だったのに、すまんの。そんな、俺たちこそ役に立てなくて。タリス殿からも気をつけるように言われていたのにの。お師匠、そうだ、長老、お師匠はどこに行ったか知ってますか？青の集落へ行くと言っておったが。青、海ね。俺たちも追おう。うん。気をつけて行かれよ。黒の同士の手に落ちたか。しかし、使えるはずもないアーティファクトを何故。見失ったよ。お前ほどの男が見失うとは、なかなかの手だれじゃな。皮肉か。いや、本気のお前から逃げ切れるものなぞそうはなかろう。ホークアイ・フィルス。やめてくれ。そんな肩書きは5年前に捨てたんだ。5年前か。お前が本気になれないのはあれのせいじゃろ。まだ忘れられんのか。なあ、長老、旅に出てもいいか。さっきの子供たちの手助けか。お前の妹と同じくらいの年じゃったからの。よかろう、許可する。あの少年たちに同行してアーティファクトを取り戻してこい。感謝する。金の翼がお前の旅を守るよう祈っておるよ。でも、あのフィルスさんって人、ちょっと変わってたね。強いけど、変な人だったね。でも、白い羽は綺麗だったのだ。面白い男ではあったな。おーい。ん？フィルス。フィルスさん。フィル。俺もついてくよ。お前らだけじゃ心配だ。いて。そんなこと言いながら変なところ触らないでください。フィルスのエッジなのだ。ルーク様、お待ちください。だんまりやろうか。どこ行きやがるんだか。冷たい感じの人だよね。バニー、あいつにあんまり近づくなよ。なんで？あれは人殺しの目だ。それを言うなら、私たちだって。お前にはわからんか。あれは虚無を持った人間の目だ。
恐ろしいんだぜ、ああいうのは。兄貴がそんなこと言うなんて。戦えば俺が勝つがな。もう兄貴、自信過剰だよ。この前だって強い奴がいて勝てなかったって。おお、あの牛野郎か。見てろよ、次は俺が勝つ。戦うのは嫌なんだけどな、私。なんか言ったか？あ、なんでもない。